さっき帰ってきたよ私。以上。なんか血色感が足りない。そんなことない。学祭でした。今日来てくれてありがとう。でもみんなと話せなかったからもう一回配信することにした。てか普通になんか時間が間に合いそうだったっていうだけなんです。もうさ絡まってさ取れない。髪の毛もめっちゃ取れちゃった。絡まっちゃー。今日はね、皆さん来てくれてありがとう。今日は楽しかったね。なんか汚い、そういうのやめて。めっちゃ水飲んだら真っ赤になったんだけど、普通に気まずくてどうしよう。気まずくてどうしよう。今日みほりんがね、この服かわいいねって言ってくれたけどさ、私なで型だから似合わないんだよね。なんか髪の毛さ巻き取れすぎてさ、ただの髪の毛を練ってる人みたいでさ、もろない。こっち側で配信しようかな今日。こっち側で。そんなことはさ、どうでもよくてさ。ありがとう。今日は美人いいかも。でも最近さ、なんかマスクだったからさ、ね、最近マスクだったからさ、なんかメイクしませんみたいな感じだったから。え、ちょっとマジ勘弁。よいしょ。ちょっと髪の毛のことは一旦忘れるね。下の方はいい感じなんだけど、上がね、取れちゃうんだよね。どうしても。お疲れ様、ありがとう。ありがとうね。グッドラック、ありがとう。ね、うるさい！ママ！いい！見ないで配信！本当に！ガチで言ってる今私。今ガチで言ってるよ。本当にうるさい。本当に！本当にうるさい！本当に、ちょ、うるさい。もう口出さないで、本当私に。うるさい。ガチガチね、本当にガチだから。私今ガチ、本当にやめてよ。私辛いんだけど普通に。なんでそんなに文句ばっかり言うの。やばい。でもね、
なんだっけ、そう、駒澤大学行ったけど、なんだっけ、武蔵大学の方もすごい楽しくて、みんなはいなかったから寂しいなって思ってたけど、急に怖い、どうしよう、そう、みんないないから寂しいなって思ってたんだけど、でもすごい盛り上げてくれて、なんか学生さんもなんか本当に頑張ってくれて、なんかなんかそう、すごいね、頑張って盛り上げてくれて、わやばい、嬉しいって思って、なんか、嬉しかったなみたいな思い出。そう、なんかちょっとさ、1個目はさ、みんながいてくれるってさ分かってたから、ちょっとなんかまだね、安心感があったんですけど、武蔵大学さんの方はね、なんかいないじゃん、やっぱ武蔵、しかもそのなんか学生限定とかじゃなくて武蔵大学通ってる方限定だったから、なんか人来てくれるかなみたいな不安だったんだけど、なんかおえみたいな感じで、おえみたいな、嬉しいみたいな、そう、嬉しかった。小林さん、ありがとう、動画見た、嬉しい、なんか動画もみんなが来てくれてちょこちょこ見てる。スーラさん、ありがとうね、初めての学生楽しかった、でもね、すごいすごいわ、楽しかったです、マジで、みんなありがとうね。ちょっとなんかみんないてくれたからのおかげで安心してできたかなみたいな。緊張したけどね、普通に、結構今までのライブの中でも結構なんか結構上位に入る緊張の仕様だった。ガチね、これガチ。そう、急いで帰ってきて、おかえりー、おかえりー、なんかさ、ありがとう。そう、出店巡りしてるの見かけました。ね、何買ったんだっけあれ、駒沢だよね、私何食ったんだっけ、あ、間違えた、何食べたんだっけ。いります、ありがとう、ありがとう。みんなもなんかさ言ってたよね、出店に社長と言ってた、死ぬ、バレてんの死ぬんだけど、そうだね、なんかみんなが違う、私はね、あれだったんですよ、なんかなんか入ったところにさ入るじゃん、で入ってさ、お店があってさ、でもこっちライブしてたじゃん、ライブしてる方の奥をさ下に行くとさ、なんか子供のコーナーがあったじゃん、私はそれをやりたかったんですよ、そのなんかさ、なんかわかる、なんだっけ、なんだっけ、なんかね、子供が空気入れて遊ぶやつがあって、それに行きますって言って一緒についてきてもらったんだけど、なんか結局ひよってやめた。なんかすごい子供だらけで、なんか私の行ける雰囲気じゃなくてやめた。なんかあったの、ふわふわドームみたいなやつが。ゆうじさん、ありがとう、ロバさん、ありがとう、ありがとうございます。そうだね、自撮りするときに聞く、でも自撮りするときはこっちだけど、今日の髪の毛はこっちなんですよね。サナさん、ありがとう、ありがとう、ナナさん、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。何、本当にありがとうね、ありがとうね。そうだね、学生さん、なんかすごい、なんか私なんか違う、なんかまず入るじゃん、なんか前髪ですって言って、そしたらなんかいちかみたいな、ちょっと待ってみたいな、なんかずっといちかって叫んでくれる学生さんがいた。ニヤニヤしちゃった、ニヤニヤしちゃった、もう調べてくれたのかなって思って、事前に、嬉しいね、そんなみたいな、そんな、なんかすごい、なんかそう、でも女の子とかもなんかキャーとか言ってくれちゃって、もうなんか何それみたいな、何それみたいな、大学ってマジ楽しそうなんだけど、大学の楽しい部分だけを死に大学に行きたい、そんなものはないですね。ひろしさん、ありがとう、まーさん、ありがとう、ありがとう、
がとう。しなさんありがとうございます。アサイ、アサイ食べた。アサイだそう、アサイ、アサイ買ったでしょ。なんかアサイボールのアサイ、うお、アサイ食べた、食べました。アサイ食べました。なんかね、うん、でもなんか私アサイのなんか経験があんまりないから、なんか何がアサイなのか分かんなかった。アサイって何？普通にブルーベリーの味した。普通にブルーベリーの味だったんだけど、何事。レオさんが100円もありがとう、ありがとう、ありがとう、ゆうた、ありがとう、ありがとう。うお、やめて。そうそうやね。大学生若いなと思って、やばい、おもろい。そんなこと言わないでよ、なんでみんな若いじゃん、まだ始まったばっかりじゃん人生。やめてよ。アロマさん、ありがとう、ありがとう。美術強すぎません、やめて。そんなことないでしょ、そんなこと。てかさ、なんか靴変わったんだけど気づいた人いる？さすがに気づいたか。ちょっとジミニー、あ、ジミニーとか言わない、あの、ちょっと変わった。あ、でもまだあの、そっか、あの衣装で一回しかライブしてないのか。靴がちょっと今日違ったんですよね、この前と。ダメルクさん、ありがとう、ありがとうね。アキタさん、ありがとう。シーカちゃん今どこ？43分だ。え、そうそうそうなのよ。気づいた？気づいたですか？そう、気づいた、よかった。よくはないけど、別にいいとか、いいとかないけど、そう、なんかね、なんか結構ヒール高めのブーツだったんだけど、なんか低いのも用意してくれて、今日は低いやつで踊ってみたけど、やっぱわかんない。そもそもあれだった、そもそもなんかすごい多分歩きやすい床っていうか、踊りやすい床だったのかな。ジルシアターも全然踊りやすい床なんですよ、ライブするとこだから。 D さん、ありがとう、ありがとう。動画載せてくれてありがとう。わ、竹山さん、ありがとう。ブルーベリー、ブルーベリーのすりおろし、え、そんなん知りたくなかった。なんかね、わかんなく難しいわあれ。何すればいいの。何もしないけど、何もしないけど。そうね、大学行った。確かにそれな、なんかさ、変わりようやばくない？私のさ、ハロウィンからのさ、浮き沈みえぐいんだけど、普通に泣きそう。いいことですね。え、パンダの学生って何？私知らなかった。何パンダの人。パンダの人さ、私なんか誰かが載せてたからさ、探そうと思ったんだけど見つけれなかった。ラベネクさん、ありがとう。トランプさん、ありがとう、ありがとう。え、そう、なんか見つけれなかったんだけど、本当に何。パンダの学生さ、誰、本当にやめて。でもなんかいろんな人いたね。なんかちいかわ見たよ、私。ちいかわの人いたよね。ちいかわの人は見た、見てない。ちいかわの人見たっしょ、みんな。15分経った、危ねえ。え、ちいかわ見てないの、みんな。ちいかわ、ちいかわ、ちいかわだーって言った。ちいかわだーって言った。ホットドッグで、待って、そっちの方行ってないんだよね、私行ってないんだよね。歌うわ、急に。ああ、あ、絶対アイドルやめないで、輝いてる君を見たい、もうずっとずっとずっとステージにいて、
あ、でももう一曲歌うわ今日。そういえば今何時？まだいける？まだ余裕だね、まだ余裕だね、まだ余裕。でもね、やっぱりゆっくりゆっくりゆっくりランキング読まないとゆっくり読まないといけないから。でもこれ歌うの3回目ぐらい、3回目ぐらいだけど、今日はこれ歌おうって思ってまだ歌ってない曲を練習したからみたいな。ななんかさん、ありがとう、ありがとう。ゆりまーさん、ありがとう。みなさん、ありがとう。急に歌、急に歌いですよね、私。結構キモいよね。しなーさん、ありがとう。ディーさん、ありがとう。アンピーみたいな。もんちさん、ありがとう。さくらさん、ありがとう。ありがとう。まーさん、ありがとう。ありがとう。ゆうじさん、ありがとう。ありがとう。ひーさん、ありがとう。ありがとう。ほわきさん、ありがとう。あばー、ありがとねー。ヤマちゃんさん、ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ま、ファンが5人になりました。え、ちょっと待って、私さ、あ、そっか、もうそっか、まだ3日なのか今月。びっくりした。そっか、もう11月なんだけど泣きそう。竹山さん、ありがとう、ありがとう。え、やばい、忘れてた。普通にもう今月だよ、みんな知ってた。あと2ヶ月しかないんだって、今年はあと2ヶ月で終わるらしいよ。みんな知ってた？知ってた？え、普通にさ、来月、普通にさ、来月さ1周年ライブなの。やばくない？みんな準備できてる？まだできなくていいけどさ、別にまだ準備いらないけどさ、別に1ヶ月前だから。心の準備できてる？まだいらないけどさ、別にまだいらないけどさ、まだいいけどさ、別に。まだ早いけど、まだ早いけどね。ヤマちゃん、ありがとう、ありがとう。僕ヤマちゃん、ありがとう、ありがとう。一周年楽しみだね。準備中、よかった。ちょっとずつね、ちょっとずつね、ほんと。え、そうそう、でももう準備、まあ、そこまで。私はパフォーマンスの準備をするから。あ、よかった、ママとパパがビデオ通話してる。助かる、助かる。聞かれてね、間違えた。本当にさ、困っちゃう、うるさくて。Oh,
いけんな、まだいけないわ、もういけないわ、待って、あ、間違えた、明日月曜日だね、明日振り返り休日じゃん、明日振り返り休日じゃん、みんな何すんの、言ってみ、え明日振り返り休日じゃん、みんな何すんの、何すんの、何すんの、言ってみ、休みじゃないんでしょ、どうせみんな、どうせみんな休みじゃないんでしょ、えらい、何が何、私はさ、なんかさ、別にさ曜日関係ないからさ、別にさ、なんか土日休みたいみたいな願望はさ私はないんだけどさ、でもさ学校ってさ休みじゃん、どう考えても、だから休みなんだよ何の話、本当に何の話、そう休みなの、みんな、そんなことない人もいるしょ、絶対いいさ、ありがとう、ありがとう、コパーキさんありがとう、シナさんありがとう、ミノルさんありがとう、マーさんありがとう、ありがとう、モッチーさんありがとう、ヤマちゃんさんありがとう、ユージさんありがとう、ジーマーセさんありがとう、ナベネコさんありがとう、そうだね、ランキングもね、でもなんかちょっと変わりそう、変わりそうで申し訳ないです、 D さんありがとう、ありがとうね、桃太郎さんありがとう、そんな、ナナクさんありがとう、ナナさんありがとう、うわー間違えた、本当にやばい、ちょっと今日叫びすぎ、やばい、本当にどうしよう、どうしよう、なっちゃうなっちゃう、どうしよう、間違えた、本当に本当に、てかマジ緊張したんだけど、なんかそのなんか普通のいつもみたいな曲だったら、なんか別にお客さんがなんか
こんなんでも別に私耐えられるの、私はちゃんとやってるって思えるじゃん。でもなんかさ、目の周り真っ黒パンダになっちゃうなっちゃうどうしようって言ってんのにさ、なんかさ無視されたらさ、なんか辛いじゃん、辛いじゃん。だからなんかそう、なんか本当に今日はなんか緊張バクバクチャンネル、バクバクチャンネル。ちょっと待って、本当に時間ない。アロマさんありがとう、トラブルありがとう。え、ガチで、そう、本当にバクバクさ、なんかさ、なんかわかんないじゃん。だってなんか急にさ、なんか学生が帰って真面目に聞いてんでさ、連絡いつもそっけないみたいな感じだってやばいじゃん普通に。59分。そうなの、だからさもう緊張した普通に。13位ミノールさんありがとうございます。12位ロバーさんありがとう、ありがとうございます。11位アロマさんありがとうございます。10位コバーキさんありがとうございます、ありがとう。9位マーさんありがとうございます、ありがとう。8位イリマサイさんありがとうございます、ありがとう。7位タケモさんありがとうございます、ありがとう。6位ナベネコさんありがとうございます、ありがとう。5位サブラーさんありがとうございます、ありがとう。4位シナさんありがとうございます、ありがとう。3位ヤマちゃんさんありがとうございます、ありがとう。2位ディーさんありがとうございます、ありがとう。1位ナナクさんありがとう、ありがとう。また今日も、あ、10時なんだけど、え、